と心理学とかファッションとかそういうのをやってて、内緒内緒内緒でこれは内緒ですっごいお米が大好きで、なんかお米の品種改良とかの勉強したいなって思って、新潟大学来たんで、麦という名前で勉強してること本当にすいません、パンより米派なんでフォローしてます。食堂のツイッターとすごい、あとおはようございます。おはようございます。おはようございます。新潟大学2年の菊池麦です。3年の三田彩乃です。そして私は英語を教えている金子先生です。よろしくお願いします。お願いします。で、ここが新潟大学です。どうやらめっちゃ、あ、こうかあすごい、めっちゃいい天気。いい天気、今日の空はすごく青空で、いい天気、はい、いつも新潟曇り多いんですけど、うんうん、本当にそう、曇りが多いけど、ね、今日はいい天気、いい天気の日はすごく気持ちいい。しかも海がすぐそこで、本当にそう、いい冷たい風が吹きます、うん、はい、いいですね。いいですね。じゃあ今日はちょっと新潟大学の中を歩いたりして、ちょっと紹介していきたいと思います。おー、イエーイ。皆さん多分私より新潟大学はいろいろ知ってると思うんですけど、いや知らないと思います。なぜならキャンパスにあんま来てないから。確かに、あーそうだ、私そうか、対面1個しかなかったんですよ、去年。コロナの影響でキャンパスあんまり来てないんですか、うん、はい。じゃあキャンパスに来る時ってどういう時ですか、今は。今は授業、授業の時に、あ、対面授業はありますか。1個だけありました。はい、麦さんは大学に、授業と、あとサークル、サークルですね。サークル、サークルもちょうど10月でまた始まるということですよね。本当に解禁されて。で、2人はどんなサークル入ってますか。私はゴルフ部に入ったけど全然行ってない。すごい1回しか行くの。1回、あ、内緒内緒内緒で、これは内緒で。なるほど。で、麦さんはサークル。私はダンスサークルに入ってます。ダンスサークル、はい、ダンスサークルなんかいっぱいあるって聞いたんですけど。そうです、いっぱいあります。もうじゃあどんなダンスに入ってますか。いっぱいあるんですけど、私は2つ入ってて。2つ。いや、そんなそんな、まあ、同じダンスなんでいけるかなと思って。で、2つ入ってて、1つはなんかいろんなダンスするチアとか、おあといろんな韓国とかするダンスサークルと、あともう一つがストリートダンスをするサークル。ストリートダンス、ストリートダンスをやってます。で、その練習とかは、はい、まあ、コロナだったからあんまりやってないかもしれないけど、だいたいどのぐらいのペースで練習してますか。私は週に2回、うん、体育館でやったり、あともう一つは週に2回あの外でやってます。お、外で、外で、ここら辺で練習するってことですか。はい、この辺で。あの第一食堂の前の広場とか広いんで。え、どうやってダンスの場所を選べますか、その練習場所。でも雨が多いから、あの雨が、まあ、当たんないところがいいなって思って、地面濡れたりするとちょっと嫌なので、だからまあ屋根付きとか。屋根付き、冬だと寒くないとことか。あ、風がないところ。そう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 、風がないところとかですね。うんうん、で、部活の話を今したんですけど、2人はどういう勉強してますか。勉強、何の学部に入ってますか。学業が、新潟って10個もあるんですよね、本業で。はい、私は創生学部。あ、はい、で、選択してるのは生物学。はい、そう、なんか理学の勉強をしてます。でもですね、ゼミは、心理学とかファッションとかそういうのをやってるので、幅広く勉強してます。すごい、はい、話題の創生学部。話題、なんかすごい人気じゃない。あ、確かに新しいし、いろんなものができる、うん、創生学部でなんかある程度自分が勉強したいことを組み立ってやっていくっていうことなんですよね、うん、お、1つ選んで、でも周りの興味がある分野も勉強、自由に勉強できるよっていうのが、とても面白いですよ、魅力的、うん、じゃあ麦さんの方は何を。はい、私はあの農学部で、うん、はい、この前プログラムが決まって、あの応用生命科学プログラムっていう、難しいところ。科
科学とか生物とかのミクロの世界から農学を研究するみたいな、遺伝子とか遺伝子そんな感じで、私はなんかお米が好きで、すっごいお米が大好きで、なんかお米の品種改良とかの勉強したいなって思って新潟大学来たんで、なんか頑張ります。でも本当にお米の勉強ができるのが楽しみですね、これから、まだ専門はあんま始めてないんですけど、なんか新しいお米の品種が今年からね、はい、できてますよね、新潟大学の農学部が開発した NU1号、それはなんかあの地球温暖化でなんか気温上昇とかするじゃないですか、でコシヒカリって熱に弱くて、そうなんですよね、そうなんですよ、でなんかその被害を軽減するために熱に強いコシヒカリを作ったみたいな、そうですよね、珍しいですね、そう、なんか福井県からコシヒカリが新潟に来て、そして今コシヒカリは北海道の方で作られてて聞いてたんですよね、やっぱりあの涼しい場所だから、どん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 北へ北へって、そうなんですよね、面白いですね、麦という名前で米を勉強してること、本当にすいません、パンより米派なんで。本当にお米がないすごい、目的意識がすはっきりしててすごいな。え、2人は新潟に引っ越しましたか？私は、新潟出身で、はい、地元です。なるほど、私は宮城出身で、はるばる来ました。はい、はるばるでもないけど、やっぱ遠いとこから来てる人も多くないですか、すごい、私の友達大分とか言って、そっから来てんの、すごい、私は一番遠いかもね。あ、そうだった。そうでした。どこから来たんですか？出身はオーストラリアです。オーストラリア、はい、だから逆に麦の方が結構、はい、育てる国なんですよね。そうね、そう、私が行くべきとこだった。で、新潟大学引っ越すとかって、その大学、私が日本では勉強してはいないから、大学選ぶっていうところはどこか自分的にポイントとかありますとか、うん、近いからいいとか、何か、近いからいい、出身、ご出身ですもんね。そう、うん、なんだろう、だからわざわざね、米を勉強しに来たから、あ、でもなんかお米ってイメージがあって、新潟イコールお米みたいな。確かに県外民からすると本当にそれはありますね。あとなんか農産物とかやっぱ広いし、新潟って、そうです、広いからなんか名産品とかたくさんあるのかなって思って、何でも美味しいだろうと思って来ました。美味しいですよ。そう、新潟 の野菜とか肉とかもう全部、魚も美味しいんです、ここを来てよかったなって自分も思います。食べるのが大好きだから、料理作るのも好きだし、そう、得意料理は何ですか？ないんですね。あれもこれもそれも作るから、お菓子から、鶏1羽まで、すごい、そう、そのまま丸ごと作ってます。はい、ちょっとレベルが違う。スケールが違ってびっくりした。やっぱりサシスセソなんですよね。あ、サシスセソ、砂糖そう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 、日本の、そう、サシスセソ、味噌とか、はい、酢とか、あ、醤油、はい、そういうので作るんだ、サシスセソで、サシスセソで、意外と本格的です。なんか外国の方ってあんまりそのサシスセソとか使わないのかな。ね、その国の調味料とかも使うのかなって思ってたけど、思ってました。じゃあ新潟住まいで、新潟市内ですか？はい、そうです。じゃあ交通は何？車で来てます。あ、車で運転してます。運転が多いんですか、学生って？なんか分からない、全然、ね、でも車の方が便利ですよね、やっぱり、うん、遠いから。あ、そうなんですね。広いからね、やっぱり。本当に新潟市自体が広いですよね。そうですね、結構車社会だから。そうそう、車持ってる学生も多いよね。多いですね。一人暮らしの学生もたまに持ったりしますね、駐車場とかって簡単に契約とかってできますか？大学、だって大学来るときにどこか止めないといけないんですかね。そうですね、コロナになる前は契約すぐして止めてたんですけど、コロナになってからは来る回数が減ったから、あ、コインパーキングあるんで、そこで止めてます。そのオプションもあるんですよね、なるほど。で、向
りさんは一人暮らしですか？はい、一人暮らしです。もうそれはどうですか、やっぱり高校卒業していきなり、うん、一人暮らし別の県で、うん、うん、大変でしたね別の県だし、うん、全然頼れる知り合いもいなくて、あ、であと、まあ、やっぱりご飯自分で作んなきゃいけないし、それで、ね、洗濯もしなきゃいけないし、めんどくさがりなので大変でしたね慣れるまで、あ、めんどくさでも意外と作るの楽しくて、料理とか、うん、自分の好きなもの食べれるし、そうですね、今コロナだからなかなか友達も呼んだりとか、うん、アパートでパーティーするとかもなかなかできないんですよね、うん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 、今のところできなくて、そうなんですよ、今年ね大変ですね、大変でしたでもちょっといいなのは、新潟ってそんなに東京でも北海道でも新潟でも変わりがそんなにないから住みやすいんじゃないかなと、うんうん、引っ越しても、うん、馴染める。だいぶ歩きましたけど、はい、このわずかしか歩いてないんですよね、新潟大学の。全然歩いてない。そう、一部たくさん疲れましたね、もう。私、ね、カメラ疲れます。カメラ重いね。これね、重いですね。これ意外と重くて。紹介しますか。こちらに見えてる、ね、綺麗な建物。この建物は何ですか。はい、この建物は建物。この建物は図書館です。図書館、綺麗ですよね。でなんか本当に今すごい良くないですか、うん、バーテル反射して、そうそう、びっくり、青空と、へー、夜もすごい綺麗ですよね。あ、そうですね、スカート光って、よいしょ。二人でもよく使いますか、か、え、図書館よく使いますか。最近は使わないな、なかなか来ないですね。で、今私たちの反対側に、図書館の反対側に麦さんがよくお世話になってる、はい、お世話になります、農学部あ、これ写す、これ、あ、写しましょう農学部のお世話になります。農学部とシャッタリはこうした、お世話になります人文学、農学部、農学部です。で、でも農学部がここだけじゃないんですよね。あ、いろんなあります、いろんな施設が、牧場とか、そうなの、牧場、はい、なんか大学の保有してる牧場とかも新潟に県内にあるし、あとちょっと行ったところにも田んぼがあるし、そう、田んぼ ね、私いつも通ります、新潟大学の田んぼそんな近いんですか。田んぼはちょっと近いですよね、あの今私坂にいる、この坂降りてあるところなんですよね、あとこの実際農学部の建物の奥にもなんかいろいろあるんですよ ね、はい、そうそうそう、育てるところ、すごいですね、充実って感じでそれも広いからですね、この辺が。そうですね、そう、あ、私の研究室もここよく見える場所なので、あのコロナじゃない時すごい賑やかですよね、授業の始まる前とか終わった後とか、うん、昼とかね、ここで人がだいぶ集まる場所なんですよね、うんうん、そう、ここ結構学校の中心ですよね、うん、そう、うん、中心、中心だけど、はい、全然中心じゃない、なんかどっちかっていうと、まあ、今日はそうですね、残念ながらちょっと行きます、行きますえ、でも、え、次どこ行くですか、どこ行くですか、噴水らへん、あ、噴水らへん行きますすごい。2人は全体、大学全体歩いたことありますか。あ、あります、ありますね、うん、あるあ、でも端から端まではありますね、うん、端から端まで、おえ、ぶっ通しで、ぶっ通しでなんで、え、なんか何でしたっけ、興味本位っていうか、あ、歩いてみようかな、はい、歩いてみようかなみたいな。あとはあれですね、ここ通って、うん、あの大学近くのご飯屋さんに行きました、なんか行ってみたいところがあって、うんうんうん、なんか 安いし、うん、多いし、うんうん、私結構大食いなんで、うんうん、意外、すごい大食いなんですよ、とりあえずあの胃が満たされないんですよ、だから米がなんですよね、あのお米でかさ増ししてたりなんでなんで、じゃあ行きますか、こっちに曲がって、
ちょっと寂しいですね。今自転車あんまり置いてないけど、もうちょっとねコロナを、ね、そうですね、収まると、うんうん、はみ出すくらい置いてあるから、ね、そうなんですか。私が1年生の時はそうだった。ああそうですよね、1年生の経験であれなんですよね。ああいいな。一番面白かったのはやっぱり授業が始まるの数分前に、ものすごいスピードで自転車に入ってくる生徒がいっぱいいます。新潟大学生、割とギリギリな、うん、時間にギリギリな方が多いなって。気をつけないと、先生によってそれが遅れると怒られちゃう。怒られちゃうだけじゃなくて、点数が怒られるっていうのもあるんですね。先生のご事情が、確かに3回遅れると1回の欠席。そうなんだ。そう、でもそういう人もいいですか。いるんですか。そう、うわ大変ですね。大変なのが冬ですね。うん、そう、冬は簡単に来れないような、うん、そう、そこは新潟大学を注意しないといけないところ、うん、生徒です ね雪がね、雪がそう。じゃあこの辺、この辺がで、この辺が第一食堂前。ここが第一食堂で、おう、ここの上ですね。うん、で変な像。そう変な像。あなたは何に見えますかみたいな感じで。私はなんか足かなって思った。あ、私も足に見えました。何なんですか。ちょっと近づいてみよう。私がそんなに長くないからわからない。足に見えるけど何なんだろう。ツボかな。ツボ。このピンが気になるね。そうですよね。この羽みたいなのが気になって。なんか上に猫が乗ってるような感じでもありますよね。あ、本当だ。すごい猫に見えてきた。そうじゃない。すごい。謎謎なんですね。きっと新潟大学の中に謎謎がいっぱいあるんですよね。謎が深すぎて本当にその謎を見つけて。でももしかしてこれを見てる人はこれは何だっていうのが分かる方いるかもしれないんですよね。ちょっと教えてくださいっていう。そう、見てたら、あ、そっちは違うんですけど、それは石の川の方なんですよね。川って書いてある。川の、うんうん、そう、今は水入ってない。入ってないのかな。この間麹とかなんか、うん、入ってたんですか。うん、前は入ってた。入ったちょっと見たことない。そうなんだ。本当に来ないから見ないんですよ。そうですね、だいぶ来ないし、多分もう活発じゃなかったんですよね、私が入学した時は。本当に、まあ、コロナじゃなければここはすごい賑やかな場所になるんですよね、うん、本当に、みんな学生が、あと黎明祭とか、うん、5月ぐらいですよね。そうですね、いろんなサークルとかがここでポスター貼ったりとか紹介したり、うん、あとはここでステージを作って、あの音楽バンドとかが、あ、でも聞きましたね、先輩に。本来ならここでみたいな。そうそう、だからすごく賑やかいい場所なんですけど、今残念ながら、ね、うん、来年度はきっとね、ワクチンが、ね、進めば来年度はもしかしてそういうところが復活できるんじゃないかなと願ってるんですけども、願ってます。本当に。じゃあここ、このローソン、あ、ローソン、ローソン、そうでした、お世話になってる。学校の中にコンビニが、そう、私は結構行ってます。結構行ってます、はい、お気に入りは、お気に入りはデザート。あーデザート美味しいね。美味しいですね。カフェが大好きです。デザートがすごく、うん、あって便利だし、あと熱々で寒い時に熱いもの、温かいもの食べたいから、盛況の場合は全部お弁当とか冷たいから、うん、ここはちゃんと熱いものがあるから、うん、そう、便利ですね。確かに、うん、便利。あとはやっぱりコンビニの、機械とかもあるから、コピーとかしたり、そう、コピーとかチケットとか、うん、なんか様々の
使えることができるんですよね、うんうん、そうここで私確かにピアでチケットが受け取ったことあるしそうライブ出はなかったと思うんですけどスポーツの何かの、はい、そう暑くなってきちゃったすごい暑い歩いて私も暑いですちょっと休もう休みますか、はい、休みます休憩は私が先生だから自分の部屋で休憩は取るんですけど新潟大学の中で休憩取る場所ってありますかあ私はそうだなお昼休みは学食でちょっとゆっくりご飯食べてゆっくりするかなみーちゃん私はお昼休み学食で学食と休みでだから一人でも行っちゃう休みってどのぐらい普通に500円以内でお腹いっぱいになれるおやっぱり多いなんですけど500円で結構お腹いっぱいになる味方うん500円かどこででぐらいとか動画とか見る。あ、全然大丈夫です。いいわ。ちゃんとした Wi-Fi です。ちゃんとした Wi-Fi。それは一番いいですよね。うん、そうそう。私だって授業中にも生徒が動画とかなんかネットを使ってやってもらうことがいっぱいあるから、うん、Wi-Fi がきちんと使わないとちょっと困るんですね。うん、この Wi-Fi なんです。大食堂の Wi-Fi と。詳しいね。Wi-Fi。とにかくで 5G に入ってましたでしょうか。わかんない。5G。わかんない。5G。5G。この間見てたらなんかここら辺に入るような感じだったから。あ、そうなんだ。入るのかな。わからない。情報がね、あんまりない。あんまり聞いてないから。で、自分の周りの方、まあ、今はコロナだからあれなんですけど、1年生大学内だったんじゃないですか。はい、あのお弁当も作ること、食堂で食べるとか、うん、また生協とかローソンとか、うん、どのくらい割合だったのか、自分の周りでは。あ、周りで？あ、周りは、半分以上学食。結構多かったですね、学食行ってる子。で、ローソンとかコンビニの子もちょっといるっていう感じ。お弁当の子はあんまり見たことないかもしれないですね。なるほど、それは先生用でしょうかね。そうかもしれない。お弁当って買うやつですか？どっちもあればいいですね。生協の方でお弁当もあるんですけど、うん、もちち生徒は数人やっぱり持ってきたっていうのは見たことあるんです。見ます？私はもう見ない、うん、みんな買って食べて。3つまででしたっけ？3つある、うん、3つあります。で、違いますか？出すもの、それとも同じものしか出さないですか？違う。お、うんうん、今だとさ、テイクアウトできるものもあるし、お結構メニュー違うし、なんかそれぞれで、で、なんか新潟大学独自の話題の野菜炒めプリン。あー、野菜炒めでね。野菜炒め、私食べたことないんです。私もないけど、なんか男子が食べてる。そうですよ。そう、男子学生が結構食べてる人気の、なんかその場で作ってくれる野菜炒め定食。じゃあ今度それ動画撮ったら、そう、みんなご飯好きだろうと思ったら野菜で、学食とか食べよう。面白いですね。私もなんかパン屋さんがあるっていう、あのパン屋さん美味しいし、ソフトクリームも売ってるから、ソフトクリームの味もたまに変わる。そうなの？なんですよ。そう、びっくりした。知らなかった。バリアソフトしか分からない、うん、そう。この間たまたまパン屋さん入ったら、味覚えてないけど、さつまいもとかなんかあったんですけど、残ってますか？でもう今日の数も全部売りました。大人気。そう、だから今度はそれも
早いうちに、うんうん、なくなる前にね、そう早いうちにそう紹介して、うん、こんなのがありますよ。そうでも残念ながらみんな食べに行こうとするともう売り切れなんですね。チェックしてね、これは情報です。そうです、そう変わったらすぐ行きましょう。選挙の方の中も私は甘いもの好きだから、うん、あのスイーツもその時期に合わせて変わってくるっていうのもありますよね。毎週毎週変わりますよね。毎週変わるんだ。結構ポップとかも変わってて、うん、もう中身もすごい変わってて、季節が変わってて、うん、結構な頻度で変わってて、今日はこれみたいなのツイッターで見るんですよ。そうなんだ。今日はこれが、これを食べてみよう、みんな見てくださいみたいなのをツイッターで提供していただいて、提供のツイッター、フォローしてます。食堂のツイッターとすごい、あと生協のツイッターフォローして、食堂はあの今週はこれとか、あこの前まで米お米類が50円引きキャンペーンやって、めっちゃ行きました。そういう情報はちゃんとスイートが見える場所には一応流れているっていうこと。ツイッターフォローしてれば、うん、ツイッターか、なるほど、そうなんだね、いい情報ですかね。そうそうか。じゃあ食堂とか生協とかで物を買うとしても飽きないんですよね、それだったら学生として、うんうん、毎日その生活をしてる、ね、食堂とかっていうことであればなんか飽きるかなと思ってたんですけど、うんうん、全然飽きないか、それは親としては嬉しいですよね、うん、いつも毎日もの同じもの食べてないかっていう。確かになんか新メニューあるとそれ食べたいってやっぱ思うしね。すごい。混みませんか、まあ、今はコロナだけど、みんなが対面の時は。みんなが対面の時はもうめっちゃ混んでます。そうなんですか。そう。だからあの誘導する人、こっち並んでくださいとか、はい、こっち出てくださいとかいう人がいました。あ、うん、勝負、なんか戦場みたいな。勝負。席もないし。そうなんだよ。そう今の 1,2 年生はそういう経験が全くないから、うん、もし来年度はそのように戻っていくっていう方はびっくりするかもしれない。一気に 1,2,3 年生が。そうだね、やばい、大変です。うん、あとなんか1年経験してある対面の先輩から、うん、今の2年生とか1年生またこれから入ってくる人たち、これをあの注意した方がいいとかありますか？なんだろうな、さっきみたいな食堂が混みますよ。びっくりした。なんだろう、ちょっと思いつかないけど、動きにくいとか混みますとか、G コードの科目は、はい、まあ席がそれこそ取れない。あ、それ取れるけどなんか狭いみたいな、密ですよ、密になっちゃうからそれは大変かもしれない。なるほど、うん、ズームだから、うん、結構その定員数オーバーしても取ってくれて、うんうんうん、結構たくさん履修できたんで。あ、そっか、困ってなかったです、うん、私も2学期月曜日ですね、うん、対面授業に戻るんですけど、いつも使ってる教室よりすごく大きい教室になっている、密にならないように、うんうんうん、ただし対面授業やってる先生がまだすごい少ないから、もし来年度全員が対面に戻るといつも通りのもうちょっとちっちゃい教室利用しないといけないんですよね。だって私よりすごい多い人数の先生がいっぱいいるから、うんうん、まだ分からない、読み取れないんですよね、来年度は、うんうん、どうなるかね、分かんないけど、ね、やっぱり麦さんが全然そういう普通の対面の生活はしたことないから、うん、気持ちとしてはどうですか、うん、そうやっぱり大学に入る何一つとしてはその生活をしたかったからちょっと残念とか、うん、すごい最初はもううん、だいぶキャンパスライフを送るつもりで来たので、もうすごい今すっごいしたいんですよ、うん、みんなで休み時間喋って、あと一緒に学食行ったり、なんか大学の周りにカフェとかご飯屋さんたくさんあるじゃないですか、そこに休み時間に友達と行ったりしたいです、うん、はい、そうだよね、したい、したいよね。
ったことないからしたい、うん、逆に1年そういう経験があってからなくなってしまったから、うん、どうですかその変わりが、うん、確かになんか誰とも話さなくなっちゃったから、話す回数が減ったからなんか みんな今何してるのかなとかいうのすごい気になります、うん、どうやってコミュニケーション取ろうとか。そうですよね、授業でもみんな画面オフだったりするから。そう顔見れないって感じで、そうですね、さまざまな先生で全然違うから何をやってるかで私もわからないけど、自分の授業では必ず一番最初の数分間はあの個別でっていうかブレイクアウトルームで普通に日本語でおしゃべりしてくださいっていう始まりなんですよ。やっぱりそのコミュニケーションがないから少しだけでもそれができるようにいいかなと、そう精神的には必要だなと、うん、そう普通だとやっぱり授業始まる前に時間になる前に早めに来るんじゃないですか、うん、生徒教室に、うん、で1回目は当然誰もわからない、相手は誰か隣の人が誰かわからないけど、少しね時間が1週間2週間経つとやっぱりおしゃべりが、ね、できるようになってきて、いろんな情報、今みたいに2人がそのツイッターをフォローするっていうような情報を、そうそこでできるようになるんですけど、うん、今はちょっとできないって寂しいですね、うん、情報が足りないです。今回ツイッターフォローしようかなと思ってありがとう。皆さんもツイッターフォローしてないならツイッターフォローしてください。楽しいですよ。私はすごい楽しいです。その情報も知りたいです。もしあなたもツイッターフォロー以外のことが分かっていれば教えてください。いろんな手段聞きたい。